PMC シエラは通信、ストレージ、印刷、組み込みシステム分野のデバイスの開発と販売を行っていたファブレス半導体メーカーである。2016年1月15日、PMC シエラはマイケロセミーに子会社のロイスアクイジションを通じて買収された。シエラセミコンダクターは1984年にカリフォルニア州サンノゼで設立され、1991年に 株式公開された。1984年1月11日に、セコイアキャピタルから出資を受けた。パシフィックマイケロレクトラーニックスセンターは、マイケロテルパシフィックリサーチから、ATM 用と後に、ソネット用のチップを開発するために分社化された。シエラセミコンダクターからの出資を受け、PMC は1992年に、ネットワーク用半導体提供のための、 非公開企業として設立された。そして、1994年にシエラセミコンダクターの独立した子会社となった。マイケロテルは現在、ベライゾンの一部となっている。1996年8月、シエラセミコンダクターは、ネットワーク用以外の分野の再編と、ネットワーク用製品への注力のために、パーソナルコンピュータ向けのモデム用チップセットから、 撤退することを発表した。1997年にはインターネットワーク向け半導体への注力を反映し、社名を PMC シエラへと変更した。2006年5月、PMC シエラは FTTH 用システムオンチップの開発を行っているパシブを3億ドル相当の株式交換で買収した。パシブはボストンに本社を イスラエル国テルアビブに開発センターを有していた。2010年6月、スティールパートナーズに乗っ取られたアダプテックを買収。2010年10月22日には、PMC シエラは、ウィンタグラを2.4億ドルで買収した。ウィンタグラは165人の従業員を有し、その研究開発チームの多くは、イスラエル国ラーナナとテキサス州オースティンにいた。2015年秋、 スコヨーワックスソリューションズとマイケロセミーは PMC シエラを買収しようとした。2015年11月24日にマイケロセミーは PMC シエラの買収に合意したと発表した。PMC シエラは都市部、アクセス、FTTH、無線インフラ、エンタープライズ及びチャンネルストレージ、レーザープリンター、家電製品のための高帯域通信及びストレージの ための半導体を提供している。PMC は250品目以上の半導体デバイスを有しており、それらは通信ネットワークサービスプロバイダーや企業に機器を販売するメーカーへ販売される。PMC シエラはファブレスの半導体企業であり、製品のデザインとテストは行うが、製造と組み立てはサードパーティーの製造業者に委託している。PMC シエラの顧客には、 以下の企業が含まれる、HP、EMC、ファーウェイ、シスコ、アルカテルルーセント、富士通、日立、三菱、ZTE、ジュニッパー。PMC シエラは通信を及びストレージ向け事業に、注力している、半導体企業と競争関係にある。その例としては、アプライドミクロサーキッツ、ブロードコム、エクサーコーポレーション、コネクサント、LSI、マーベル。 マインドスピード、トラウィッチ、ビテッセ、アジレント、フリースケール、インテル、IBM、インフィニアン、モトローラ、NEC、テキサスインストゥルメンツ、東芝が挙げられる。ストレージネットワークとシステム用に、PMC シエラは、信号一貫性、柔軟性と診断機能を有した製品を、高速化するシステムとマネージメントのために提供している。 ストレージシステムとサーバー RAID 用には 3G、6G、12G の SAS、シリアル ATA インターコネクトとコントローラ製品を3、ナズストレージやスイッチファブリック用途には 4G よび 8G のファイバーチャンネルコントローラとシステムインターコネクト製品を提供している。PMC シェーラはアダプテックからチャンネルストレージ事業を買収した。この事業は アダプテックバイ PMC と名付けられ、SAS、シリアル ATARAID アダプタを製造している。PMC シエラは、都市圏にアクセス、都市県データ転送、FTTH、ポン、イーサネットオーバーソネット、SDH、オプチカルトランスポートネットワーク、無線基地局のための相互運用性のある、通信用 IC を、DS-0 からオークル -192、19 幅広く提供している。PMC は、夫に市場を、自らのデバイスハイフィー及びメタによって十 g と二十 g で可能にしている。PMC シエラの半導体の中には、無線サービスプロバイダの 2G、2、5G、3G 無線機器のためのものもある。この中には、無線バックホールのためのミップスベースの、ネットワークプロセッサや、MCGSM、c d m a 2 0 0 WCDMA、LTE に用いられる 400MHz から 4GHz の周波数帯域で動作する高帯域無線モジュールのためのフィックも含まれる。PMC シエラの無線ソリューションは現行及び発展途中の LTE、CDMA、WCDMA の業界標準を満たすようにデザインされている。PMC シエラは ファイバーツーザホームブロードバンドアクセスネットワーク機器のためのギガビットエポンソリューションで知られている。PMC シエラはエポン、10G、エポン、グポンの規格に対応した製品を提供している。PMC シエラのシステムオン、チップソリューションはオフィスと顧客の機器をエンドツーエンドギガビット対域接続を提供している。PMC シエラはレーザープリンターと複合機の両方のための ディスクリートとシステムオンチップのソリューションを提供している。250MHz から 1GHz のパフォーマンスの拡張性あるマイクロプロセッサでレーザープリンターと複合機のメーカーに使用されている。カナダ・バーナビーにある PMC ・シエラの建物 PMC ・シエラの従業員は活発な採用、募集、買収によって1100人に達した。 きのある職はウェブサイトに掲載されている。2012年の時点で PMC シエラは以下に拠点がある。本社、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サニーベール本社、カナダブリティシュコロンビア州、バーナビー国際本社、マレーシアペナン州設計センター販売センター、設計販売センター PMC シエラはいくつかのハイテク企業同様。 市場の現在の要求に応えるために再編を行った。ありがとうございます。